約まあ2ヶ月以上ぶりに、試合出場となった福井選手ですけれども、はい、まず試合通しの感想をお願いします。まあ、結構相手の時間だったりでが多かったかもしれないですけど、前半もで、まあ、でも、まあ、後半自分たちの時間が多くなってきたので、まあ、そこでしっかり点取れたらよかったんですけど、まあ、しっかりその勝ち点1積み上げたっていうのも、ポジティブに、まあ、次につなげたいですけど、まあ、今日はサイドバックとして、プレーしたんですけれども、試合に入る前はどういう形で入っていこうと。そうですね、まあ、思い切って自分のできることをやろうとは思ってたんですけど、まあ、しっかり守備でも1対1負けないようにっていうのと、まあ、攻撃では思い切ってオーバーラップしていくっていう、まあ、あまりスタミナコントロールせずに、まあ、力出し切ろうとは思ってたんですけど、まあ、先ほどもあったように、まあ、この終盤戦で、まあ、引き分けですけれども、まあ、勝ち点1をこう積み上げられたっていうのは、それはそれで大きなことではあると思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、下向いても仕方ないと思いますし、まあ、勝ててないっていうことは大きな問題ですけど、幸い順位もまだプレーオフ圏内にいるっていうことなんで、まあ、まあ、しっかり、まあ、次に何ができるかですけど、まあ、今日、まあ、点も取れてなかったんですし、まあ、しっかり攻撃のところで研究されてきてると思うんで、まあ、そういうのをしっかり自分たちが重く考えながらやっていかないと、やっぱプレーオフ圏内に残るっていうのは難しくなると思うんで、まあ、それはもう個人個人、まあ、しっかり気持ち持ってまたやっていくしかないです。